はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。まあ例によってちょっと間が空いてしまったんで、確かそうフィガロを解放したので、山の向こうとかに行けばいいのかな。ちょっとありゃ出ちゃった。多分あそこの洞窟から来たから、こっちか。あ、そうだ、ついでに戦闘の音楽も変えていこう。あれ、これ変えらんないっけ。ここでコンフィグ、あ、戦闘音楽変えられますね。超久しぶりだな。何を選んだっけな。 FF10 とかにしとこうここら辺で行きましょう。山の向こうまで行く。はい、それえんやこら。これどういう原理なんだ。本当に砂の中を潜っていくってとんでもねえ城だな。地盤沈下とか起きないのかな。まあ、そういうのはゲームなんであんまり突っ込まないお約束で。パーティーはこれでいいんだっけな。あ、ズーだ。ズーはヒットポイントがあるんだよな。このままガンガン行こう。急降下。うわ、70、半分減った。引き出す。アシュラ。くらえ。58。あ、強いんだか弱いんだか。ホイミかけとこう。ホイミで回復50くらいか。お、追加攻撃出た。アーロンはな、ほんとマジックパワー低いよな。あ、ユーナが上がった。お、ベホミ覚えた。やった。回復役にしよう。これどうやって変えるんだっけ。馬車とシフトを押せばいいんだっけここでシフト押すんだっけ。あ、そうだそうだ、パソコン系のゲームなんでね、コントローラーじゃないんで操作方法がいまいちつかめないですね。とりあえず街に行きましたね。お、これあれじゃん、海賊の村じゃん。おー、ぽい。お、話せない。逃げるの。なんだお前は。そうか、クリスタルを守る戦士ってのはお前たちのことだな。俺たちは7つの海を股にかける男。お前たちの噂はいろいろ聞いたぜ。分かった、歓迎しよう。ゆっくりしてってくんな。お前みたいな下っ端が決めていいのかよ。こいつは聖なる種火があれば邪悪な炎を消して聖なる炎を灯すことができるはずだ。はあはあ、東大タイガーかな。北東の灯台の魔物は手強い。この俺ですらこの有様だ。畜生、いてて。こいつレベルいくつなんだろう。商売のため西の大陸から来ました。ですがあちらはそれどころじゃないようですね。代わりに何か買っていきませんか。代わりにの意味がわからない。ああ、欲しい。虎鉄とか買うと金が一気になくなるな。裁きの杖。エアロか。いいな。でもエアロとファイブ。ああ、刃のブーメラン。すげえ。42だって。すげえな。フレイムタンと同じ攻撃力じゃん。ちょ、刃のブーメラン買おっかな。多分ユフィが装備できるんですよね。ユフィ鍛えよっかな。今、一応馬車には入れてるんで。どうしようかな。なんか、そうだな。虎鉄でも買ってくか。一気に金が。まったく。アーロン。上がるなぁ。よし。あとは、なんかないかな。あー、休んでいくか。まあ一応休んでいくか。ズーとしか戦ってないけど。ここ入れんの？あ、入れるね。今左上になんかファリスっぽいやつがいたな。最後の鍵が必要か、ここは。その前に、お宝を漁る。力の種、マダラクモイト、満月草。お頭、ここはお頭の部屋だ。そのまんまだな。俺はファリス。女の俺が海賊のお頭なんておかしいかい。そんなことはない。ふん、俺はおべっか使いは嫌いだよ。嫌われちったよ。なんだよ、せっかく。
随分はっきりと言ってくれるじゃないか。でもそこが気に入ったよ。ところであんた、クリスタルを守るために旅をしてるって本当か？まあ本当です。そうか、ということは腕には結構自信があるんだろうな。一つ取引をしようぜ。実は最近北東の灯台に魔物が住み着いてしまったんだ。それからというもの、あの灯台は邪悪な光で海を照らすようになっちまった。あの灯台が放つ邪悪な光を浴びるとあっという間に船が沈んでしまう。これじゃ危なくて海の上に出れやしない。もし協力してくれたなら俺たちの船を貸してやるよな。いい話だろ。まあそうだな、貸してくれるっていうかくれそうと決まればこれはあんたに預けておくぜ。お、聖なる種火だ。この種火で灯台の邪悪な炎を消して聖なる炎を灯すんだ。それでうまくいくはずさ。それじゃあ出発だ。北東の灯台に向かうぞ勝手についてきやがった。ファリスか。なんだろうな、何キャラなんだろうな。パワーファイターって感じではなさそうだしな。かといって、お、なんかちょっとここら辺の周りも見てこう。なんかがあるかもしれない。うわ、なさそう。これ多分出ちゃうな。あ、あった。 これはなんだ。調べる。おお、やった。小さなメダル。隠し階段があるかと思ったけど、こっちは出ちゃうかな。あ、いける。さすがに何もないかな。んー、一周して終わりですね。灯台を目指すか。じゃあこっちは何もないし。あれ、こいつらなんだ。パオ。いや、フェムさん強えな。ビビはな、魔法が強いけど。うわ、盗むってなんだ。何盗むの。70ギル70ゴールド、どっちだ。クリフトが攻撃力が弱いな、やっぱり。どうしよう、攻撃しよう。6 倒した。あ、クリフトが分かった。バーサクか。バーサクって攻撃力は上がるけど、やっぱ強戦士になるのかな。バイキルトとはちょっと違うのかな。 FF とドラクエのあれが混ざってるからな、いまいち効果が分からない。あー、これか、灯台。あー、灯台の中は馬車来れないのか。ってことは完全にこの4人だな、いつもの4人で。またズーか。クリティカル、やったね。ブリザラ。うわー、これは強い。祈っとけばよかった。まだ倒せないか。ブリザラ6か。あー、装備だな、こっちだった。うえらい。宝箱がある。400円、やった。今金欠だからな。魔力の種ビビに使おうかな。こっちは多分何もないかな。見てないけどわからない。あ、玉ねぎ剣士、オニオンダッシュ、祈っとこう。いいね。黒魔法の、とりあえずファイラーにしとくか。おお、雷鳴剣強い。東堂マジかよ。あー、危ねえ。我流でも使っとくか。すげえ強いけどマジックパワーが。うんー、宝箱か。まあいいや。何これ、旋風魔人。これ FF5 だっけ。ミスった。とりあえずブリザラにしてみようかな。エアロ。我流5か。リレー、よし。とりあえず最初は宝箱集めして、レベルも上げつつ、小さなメダル。
2回目で挑戦する。例のごとくこの流れでいこう。なんでマジックパワーとかはガンガン使っていって、2つある。大体ね、遠い方が当たりっちゃ当たりなんだよな。大ガラスのあれじゃん、デッドペッカーだっけ、なんかそんな名前だった気がする。うわ、2回攻撃、マジか。デススラッターって全然ちげえし。これとトードかよー、あぶねー。こいつの秘伝の組み合わせでミスったかー。おお強い。あと秘伝が3回しか使えないな。よし、あのアップ流星覚えた。ブロードソードって今更かよ。あ、いるか。こっちは、あ、宝箱だ。疾風の番だな。これは早くなるんじゃないか。アーロンにそびに行くかな。アクセサリー違う、普通にこれか。防御力も上がるし素早さも上がるし、うん、いいな。魔除けの鈴って何だっけ、魔法が封じられることを防ぐってことは、ビビに装備させとこう。アクセサリー全然装備してねえな、みんな。また旋風魔人か、祈ろう。弱点が分かればな。てかサンダラまだ覚えてないし。あー、これ攻撃しよう。エアルラ結構強いな。届かないことが多いかな。これで倒せるでしょう。大体ここら辺の敵のルーチンが分かってきたな。流星覚えたから流星もちょっと使ってみたいけど、どんな効果だろう。おっと、ここは落ちないようにいかないと。あの宝箱2つは欲しいな。開けときたいよな。クリフトがやっぱりちょっと攻撃力が弱い。ビビーはブリザラ。流星。あー、一体かー。じゃあ我流だな。23。なんだろう、もう少し確率上がってほしいな。祈るの。シュルーンバーしか経験値が入らないからな。おお、マジかよ。こいつ強いんだよ、2回攻撃だから。おお、均等に攻撃、ジャンプ。マジか、お前は竜騎士か。そうするとビビもったいねえな。いいや、結構マジックパーあるから。アーロンはさすがに使わないでおこう。ジャンプリック食らうかな。41、かなり食らう。なんでだよ。グリフト、お前しっかり祈ってんのか。聖職者としての素質がないんじゃないの。お、これでサンダラ覚え、おー、覚えた覚えた。マジックパワーも上がるね。ちょっとデフォイミを打つか。あー、アーロンに持っとこう。デフォイミは結構マジックパワー使うな。左に行くと多分、あー、右も宝箱あったか。取ってこう、取ってこう。また旋風魔人か。祈るはいらないからな。勇者は魔法剣とサンダラ使う。白魔法だからあんまり全体攻撃には向かないな。やばい、9しかない。クリフトでおこぼれを狙う。あー、力の種だ。さっきも手に入れたな。左の、ん？あれ？どっちだ？こっちか。いや、玉本の節水だ。まあ、もったいないから使わないけど。水遁。あー、ユフィ、入れよっかな。誰を外すかだよな。
クリフトはやっぱ回復薬として入れときたいかな。勇者だけの白魔法はかなり不安が残るから、なんだかんだでこのメンツが一番落ち着いてるような一定調子で。ちょっと自分で回復しよう。自分で自分を回復。まだか。あ、強い。49。敵の攻撃力が高く、まだ生きてんの？ちょっと、かなり誤算だったな。ユフィ入れたいな。あ、ここは、これって回復するんだっけ？あ、違う。テントがあるから回復しねえわ。記録しとこうかな。これ。どっちだ？あ、超怪しいこれ。あやかしの笛。あやかしの笛ってなんだっけ？ロザリーヒルとかで使うんだっけ？ロザリーヒルあんのか、そもそも。あー、強い。こいつ、うっとうしい。魔法剣じゃなくて普通に黒魔法で使うから。弱点、うお、回復した。弱点どころか回復したよ。あ、そうか、テントがあるから帰らなくていいのか。いちいちテント200円くらいだったっけ。そんなに高くなかった気がするんだよな。でも塵も積もれば山となるっていう、あんまり無駄遣いもできないから。お金そんなにすごい余裕があるっていうか、むしろ足りないからな。アーロンどうしよう。やっぱりちょっと効率よく行きたいんでテント使っちゃおう。4個か。すげえよな、こんなとこでテント使うなんて。あー、またズーだ。ここでね、パーティー編成ができればかなりいいんだけど。サンダラ、うわ。流星使ってみよう。なんだ？やっつけた。あ、一応経験値入る。一発で倒せるけど、ああいうのちょっと怪しいからな。グリーンベレー。グリーンベレーといえば？素早さが上がる。なるほどね。誰にしようかな。ビビの素早さを。あ、こいつ装備してんじゃん。クリフト早いかな。アーロンとか装備できん。あ、疾風のバンダナか。どっちが早いんだ。いやー、こっちの方が早いか。じゃあ普通にクリフトでいいかな。カード帽子だし。お前まだそんなもん装備してたのか。あんまり防具とか買った記憶ないな、確かに。言われてみれば。あ、なんもねー。あとはじゃあ上。あれ？あ、そう、あそこから来たんだよね。ライブラをかけよう、こういう時に。あんまりやることないんで。弱点が分かれば。弱点ない。じゃあサンダラ。弱点なくてもさ、吸収されるやつとかも、分かればいいんだけどな。うわー、やる。だってエアロラ使ってきてたよな。あー、やばい、クリフト。ヒットポイントが減ってるんだった。忘れてた。そうそう、レベル15に上がってほしいんだけど。うわー、外れー。結局一番最後かよ。ここも外れだったりして。うん、そんな感じではないな。あー、いる。東大タイガーっぽいな、あれ。痛い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 。やばい、クリフトマジでやばい、これ。とりあえず攻撃して、ベホイミに回復させよう。こいつは攻撃するしかない。ジャンプとどっちが早い。危ねえ。42。クリフトの防御力だったらもしかしたら死んでたかもしれないな。あれ、今死んだら生き返せるんだっけ。ザオラルかレイズかよくわかんないけど、覚えた記憶ねえな。フ
テレック、お、ポイズンソードだって。あ、フェニックスの噂をすれば。一応蘇らせることはできるか。また君たちかね。うわ早いな、しかもこいつ。ファイラと。これで型をつける。宝箱はないのかな。よく出るな、それにしても敵が。お、クリティカー。マジックショットみたいなやつ。ムーンサット。やばいやばいやばい。あ、なんだ全体か。なんだっていうのもあれだけど。祈っとこう。違えた。デビルポットかこいつ。マジックポットが出てきたら、あーでもそっか、 AP みたいなのはないんだもんな。あ、なんか覚えた。ザキか今。ちょっと早かったな。回復させとこう。とりあえず勇者で回復させよう。よし。かなり無駄遣いっぽかったけど、行くぜ。けけけ、燃えろ燃えろ。邪悪な炎の光で全ての船を沈めてしまえ。けけけけけ。ん？誰だ？けけけ、ここまでやってくるとはバカな人間だ。ちょうどいい、この炎の中に投げ込んで焚き付けにしてやる。それはこちらのセリフ。あれ？ちょっと東大タイガーかっこいいんだけど、ロマサガ3のタイガーみたいなやつになってる。ちょライブラで見とこう。ボムはほっとくとして、弱点はなし。ヒットポイント1000。いって、早い。魔法剣。マヒャド斬りだな、そうするとこいつは。来てない。おー、いいね、強い。黒魔法のブリザラで。よし。引き出す。虎鉄を使ってみよう。暗黒の呪縛。暗闇か。うわー、メガテ使ってきたー。マジかよー。あ、11。弱い。なんでだよ。これはもう楽勝だな。あんまり強い感じがしないこいつ。突然変な攻撃を使ってこない限り。ああ、いいね。クリフトが祈りつつ。おいおいおい、マジかよ。仲間呼ぶ。おお、そういうことか。メガンテの嵐だな。ふざけんな。フレイムタン。だからアイスブランドが売っていたのか。アイスブランドを買えってこと。これ我流どうなんだ。炎っぽいけど。おお、効いた。かばう。お前ボムなんてかばってどうすんだ。なんて仲間思いのやつなんだ。これフレームタンで攻撃すると危険だな。ブリザラ全体だとあんまり当たんないな今のうちだな。そうすると暗い。まあこれザラでいいでしょう。どうせどれ使っても一緒なんだから。やばいやばいやばい。おお、全然天に届かない。これどういう基準なんだろうな。祈る。あー、来るねー。おお、しかもかばう。祈っとこう。痛い痛い、やばい。ビビ、もう一回食らったら死ぬな。マキャド斬りと水流斬りがあるのか。そういえばボムってこんな強かったっけ。ベホにかけとくか。うわー、来た、メガンテ。これ何なんだ。21。あんまり強くねえな。メガンテってマジビビるけどさ、ドラクエとかで使われるとマジビビるよ。全滅する恐れがあるか。あ、弱っ。なんだかんだで倒した。投げ入れますか。はい。イエーイ。これで船をゲットできるのかな。
ファリスから船をもらうか。船をもらうっていうか、あっち行けない。船を借りるんだけどね、実際は。まあ、ちょっと祈っておいて、あとはもう全力で叩き潰す貴様らを。もうここのボスはやっつけたんだぞ。君たちごときでは相手にならん。我流使えるな。アーロン強い。マジックパワーの低ささえなんとかなればな。こっち側は何にもないかな。じゃあもう落ちよう。ピューンと。ルーラとか使えるやつ、てか勇者ルーラ覚えないの？覚えてないよね。そうか、歩いてテクテク帰るか。ていうかキメラの翼があるかな。6個ある。どこだあれ。一番最後、海賊の家。ま、代用できるからいっか。おかげで安全に船が出せるようになった。約束通り船は外に用意しておいたぜ。それじゃあ行こうか。あんたたちだけに世界を任せておくつもりはないからな。なんか来た。おかしら、本気ですか。あっしらおかしらについていきますぜ。いや、お前たちは置いていく。長い旅になりそうだ。お前たちは俺がいない間アジトを守ってくれ。おかしら、わかりました。物分かりがいいな。アジトなんて別に誰も攻め込んでこないだろう。君は一緒に船に乗るかね。おお、言葉が変わってる。今いくらある。お、でも3000円は貯まってんのか。武器じゃなくて防具を見よう。今さらだけど、黄金の盾。毒を防ぐのか、いいな。強いな。賢者のローブ、あー欲しいな。すげえ、全部欲しいよこれ。金全く足りない。とりあえず寝よう。はい、というところで、じゃあいい時間なんで今回はこれで終了して、次回は大海原へ旅立ちたいと思います。というところで今回はこれで終了します。